昨年ですよ、もう11月21日に、リリースしてしたばかりの、メイジェイのサードシングル「ドゥダドゥダ」のミュージックビデオをご覧ください。どうぞ。Baby girl say私のサードシングル Do Da Do Da、ご覧いただきました、もう皆さんもうこの振りはもう覚えましたか？もうあのライブでぜひね、あのメイジェイのライブ見に来てくれた時にぜひ皆さんに、一緒にやってもらいたいと思っています。そして、今日はね、まあ、2008年第1回目ってわけで、メイジェイの今年の目標を皆さんの前で発表したいと思います。これはもう毎年ね、まあ、課題としてどっかでインタビューとかで言ってるんだけど、まあ、今回はどこよりも早くここで教えたいなと思ってるんだけど、そうですね、まあ、メイジェイ今年は、まあ、ライブで全国を回っていきたいなと思っています。そうだな、いつもこうメッセージをくれる方とか、あと応援してくれてる皆さんに早く会いたいって気持ちで本当にいっぱいなんですけど、そうですね、まあ、そのためには、まあ、たくさんトレーニングをして、もっと道へずブートキャンプみたいなのをやって、で少しでもね、こういいライブを皆さんに届けたいなと思っています。あとはそうだね、まあ、次のアルバムに向けて、まあ、作詞とか作曲とか、あとこうトラックメイキングをやりたいっていうまた新たな夢があるんで、それをまあやっていきたいなと思っています。もうやばい曲をどんどん作っていきたいなと思っています。というわけで、そうですね、皆さんの、今年の目標っていうのを聞きたいので、ぜひ聞かせてもらいたいと思います。こちらまでメールください。はい、ここからは、お便りのコーナーになります。まず最初のメールを読みたいと思います。佐賀県のあきさんからです。以前 FM 福岡のイベントに行きました。ありがとうございます。もちろん明治を見たかったからです。今後ソロライブ以外でも九州方面にぜひぜひ来てください。超綺麗で感動しました。はい、ありがとうございます。そうですね、福岡、まあ、毎回アルバムとかが出た時に、あ、アルバムじゃないや、まあ、ミニアルバムとアルバムが出た時にいつも行くんですけど、長崎と福岡、九州だとそんぐらいかな。ほんと九州とかあんまりプライベートとかで行ったことなかったんで、すごい興味があるんですよ。もっといろんなところに行ってみたいなと思っています。なんでそうだね、今度福岡とかで、ライブがあったらぜひ遊びに来てください。そして次のメール、神奈川県みーさんからですね。はじめまして、みーです。
めいちゃんは同年代とは思えないほどかっこいいのに、メイジェネット TV では素なところが可愛くて大ファンです。ありがとうございます。今回のドゥダドゥダも、毎日のようにリピートして聞いてます。歌もダンスもとてもかっこいいし、メッセージ通りいろんなことに挑戦したくなる一曲ですね。アルバムも楽しみにしています。個人的には All My Girls に収録されている Thanks が大大大好きなので、機会があったらぜひ聞きたいです。では、はい、ありがとうございます。おー、毎日ズダズダを聞いていただいてるってことで本当にありがとうございます。そうですね、本当にもういろんなことに挑戦してほしいってわけで、メイジェ今回このドゥダドゥダ、そんな気持ちを持って歌ったんですけど、そうだね、 All My Girls のあの Thanks って曲、まあ、あのミニアルバムの中での唯一のスローな曲なんだけど、これはまだね、あ、そうだ、メイジェの初めてのライブ、1回目のライブで一回歌ったんだけど、それ以来は歌う機会がなかったんで、そうですね、まあ、ぜひなんか、なんだろう、ソロライブとかできたら歌いたいですね。ぜひ聞かせてあげたいです。というわけで、皆さんメールありがとうございます。ということで、あっという間の時間でしたが、メイジェイネット TV、皆さんいかがでしたか？ライブで見たい曲やこんなことしてほしいなど気軽にメールください。スケジュールや情報等は www.may-j.com may-j.com オフィシャルホームページをご覧ください。メイジェイダイアリー、これはまたアメブロに移転したってことで、皆さんぜひ、ご覧見ていただきたいなと思っています。コメントもねできるんで、どんどんみんな あの意見とか聞かせてほしいです。そしてスタッフダイアリーもやってます。面白いのでぜひぜひご覧ください。それでは今年第1回目の、メイジェイネット TV、ここまででした。 Love you all. バイバイ。